白ウリガイは、マルスダレガイ目、オトヒメハマグリカに属する二枚ガイ。深海において、プレート活動に伴いメタンなどを多く含む冷水が、流出する場に形成される、冷水流出体生物群集を構成する種の一つである。1955年に、 水産庁東海区水産研究所の青高丸によるトロール調査で東京湾口から相模トラフにかけて伸びる東京湾海帝国の水深750メートル地点から四角が採集され、1957年に奥谷隆によって新種として記載された。学名の素与えは青高丸ののい。和名は羽ベ忠ダによる。生きている個体は 1984年になって、相模湾初島沖の水深1000の1130メートルの地点で深海2000による先行調査によって初めて確認された。原生個体群は、相模湾の水深800の1200メートルの現在活動中の断層に沿って分布している。日本列島周辺の冷水湧出帯や熱水噴出口には、 相模湾の白売貝の他に、浜名湖中天竜海帝国の後ちいる白売貝、天竜白売貝、海溝白売貝や駿河湾の駿河白売貝、沖縄本島北部、南伊織海級の遠征白売貝、日本海溝のなぎなた白売貝などが生息している。冷水流出体生物群集と同様の深海の化学合成生物群集には、熱水噴出構生物群集や、 ゲイコツ生物群集が知られ、前者からは、白ウリガイと同族のガラパゴス白ウリガイキャリプトジーナ、マグニフィカが、ガラパゴス諸島近くで、東、太平洋海防と直行するガラパゴス団裂隊に、生息しているのが知られるが、後者からは、白ウリガイ類はまだ知られていない。原記載論文模式産地、東京湾海底谷北側斜面水深750メートル地点。 拡張1 4トル。殻は長大型で、拡張は前方により前傾、後くらいで外在する人体は長い。殻の腹縁はくぼむ。深海の冷水油質体に大きなもので数十メートル四方以上にも達するパッチを形成し、ぎっしりと密集して生息する。拡張70から80ミリメートル以下の小型個体は海底堆積物に深く体を埋め、 体の後端の水管だけを海水中に露出しているが、それより大きく育った個体は、殻の前端だけを堆積物に埋めて、不足を下に伸ばし、殻のかなりの部分を海水中に露出して生活している。流出する冷水に含まれるメタンを堆積物中の硫酸塩還元細菌が消費して、硫化水素を生産するため、堆積物の1 0トルより深い部分では、 硫化水素濃度が急激に上がっている。白ウリガイは、この硫化水素を堆積物中に伸長させた不足で摂取し、硫化水素運搬タンパク質によってエラまで運ぶ。エラの上皮細胞内には、硫化水素を用いて有機物を合成する化学合成細菌が共生しており、白ウリガイはこの細菌から有機物を得て生活している。 多くの二枚以外のようにプランクトンやデトリタスを接触して生活するのではないので消化管は退化している。深海の二枚以外は餌となるプランクトンやデトリタスが乏しいため小型の種が多い。しかし、白ウリガイ類は豊富な硫化水素によって化学合成細菌が生産する有機物に依存しているため深海産の貝としては非常に大きく成長することができる。 ありがとうございます。